佳境を迎えた1回戦 C グループ、8フレを終えトップは大中。このまま逃げ切ることができるのか。ゲームは第9フレーム。ちょっと今なんか音でも聞こえましたよ、ドドーンという音が聞こえましたが、はい、思うように投げられませんでしたね。もうやはりちょっと抜けきれなかったところがありますか。はい、いや今のは本人悔しいでしょうね。さあとなるとここはもう大中ストライクが来ればもうほぼ、はい、そうですね、勝利といった状況になりますね。第9フレームの1投目、さあ勝利を決める1投となるかどうか。ここも9本、やはり今日は今日3つ続かないですね。続かないですね、はい、2つ来た後は9本というのがここも同じようになってしまいました。さああとは2位争いも激しいですよね、はい、まあ、3位になると次戦出場停止というのもあります。おーと後ろのピン倒れました。ということで桜井が安藤に10ピン以上差を開いているというところですね、はい、開いているんですけれども、うん、安藤は9フレそして10フレを全てストライクでオールウェイすると、はい、203まであるんですよ。なるほど。今ワイルドカード候補で、うん、A グループの岩見が202なので、はい、2位で残ってなおかつ岩見のスコアを超えたいということで、うん、オールウェイしたいでしょうね。さあ大中、ここもきっちりと取ってきました。本当にきちんとしたボーリングをするようになりましたね、はい、これで2位桜井に30ピン以上差をつけたというところで最終フレームですね、はい、安藤ここ大事ですね、うん、この9点大事ですよ。さあ安藤、はい、来たストライク、はい、やはりこの2番レーンではを掴んでいるといったところでしょうか。はい、さあそこでね、うん、桜井、6フレーム8フレームとストライクが来ている左側17番レーンで10フレを投げられます。はい、さあその桜井、はい、パンチアウトすると205まであります。はい、これがまずは一つストライク。さあこれでダブル。いやこのストライクは大きいですね。続けば205ですか、はい、そうです。そうすると安藤が全てストライク来ても安藤を上回ります。ワイルドカード岩見が202、そして B グループの大石が182ですからね、はい、そこは上回っておきたいところです。さあ一方抜け出している大中、テンフレーム1投目です。ここもストライク。でもう勝負は大中の1位勝ち上がりは決まっています。い、はい、あとは、はい、ここ桜井大事な大事な10フレーム2投目になります、はい、さあその熾烈な2位争い、ちょっと厚が入ったかどうか。ストライク、これはラッキーですね。いやダブル来ました。はい、うん、まあ、今のはもう結果オーライというところですかね。さあそして大中です。ここも来るストライク。いいですね、いいストライクですね。やはり山さん、はい、ストライクストライク来ましたよまた。そうですね。桜井ここは大事、岩見の202は超えておきたい。まあ少しでもね、はい、8本以上というところです ね。ストライク、最後はパンチアウト。はい、いやこれ205、この10フレパンチアウト大きかったですね、はい、ということで205でのフィニッシュということになります、はい、となるとこの安藤は全部持ってきても203なので次戦出られないということで安藤悔しいでしょうね。まあ桜井は自ら2位の座を手にしたというところですね、はい、さあそして大中3投目、これ注目です。さあこう持ってくるかどうかどうか。矢野さんやっぱり9本、はい、ストライクストライク9本、はい、続かなかったですね、はい、いやでもね236素晴らしいゲームだったと思いますよ。はい、まあ、この P リーグ記録、まあ、自己記録が228でしたから、
自己記録も更新したということになりますね、はい、成長してますね、はい、さあそして安藤です、はい、安藤もね、まあ、今日はフレッシュな気持ちで臨むとは言っていたんですけどもね、そうですね、なんかこう今シリーズはね6ショットで力を出し切れてないですね、はい、安藤は183でフィニッシュということになりました。ということで大永澄で自己記録をマークして見事準決勝進出を決めています。大永が2大会連続で準決勝進出、スコア205の桜井がワイルドカード候補となった。この結果大永のポイントは4、安藤はポイントを獲得できず次回出場停止となった。自分自身冷静に投球できていなかったなっていうところも少しありましたね。しっかりとやっぱりレーンに向き合いきれてなかったなっていう感じはしてました、はい、やっぱり若干焦る部分もあるんですよ。お二人がストライクしっかり投球されてストライクを持ってきてる中で焦れたんですけど、でも冷静にスペアをつなげたことが良かったと思います。過酷でしたターキーが来なくてダボダボみたいな、ずっとダボスペダボスペで欲張ってもいけないと思うんですけど、ストライクが続くような、はい、ボーリングがしたいです。